今回は、ブースっていうサイトで、ソフビを3体買いました。同じね、えー、メーカーさんのソフビですね。えー、こちらです。ババーン。そして、ババーン。そしてラストが、ババーンってことでね、3体買ったんで、今回はちょっと紹介したいと思います。今回はね、ナミ企画さんっていうね、方の、えー、出品されてる商品を3体同時に買ったんですけど、 まずね、パッと目についたのがね、まあ、これですね。ババーン。これよくない火炎獣って名前なんですよ。うん。火炎獣のクリアブルーかなです。はい。どうこのソフビちゃんとね、これ、ね、そこ、こんな感じになってて、波規格火炎獣火炎モンスター、モンスター、メイドインジャパンって入ってるんですよね。ちゃんと下も埋められてるというソフビです。これね、 まあなんか、ハウルの動く城に出てくるカルシファーに似てるなと思って、可愛いなと思ったんだけど、普通に手に届いたらね、このサイズ感ね、大きくないこれね、テンション上がるよね。このサイズ感ね。はい。で、目も可愛い感じの、この子はね、可愛い感じのタイプで。この造形美ですよ。うん。炎のね。本当は赤もあって、赤の方が、まあ、火炎獣っぽいというか、まあ、 炎だから赤の方がいいかなとも思ったんですよ。で、赤も変える状態で値段も一緒だったんだけど、なぜ青にしたかっていうと、青の方が炎って熱いじゃん。だから、なんかこっちの方が強いんかなと思って、勝手にそんな設定を自分で考えて買いました。で、火炎銃はね、もう一体買ってまして、こちら。 正直、届くまではこっちの方がいいかなと思ってたんだけど、届いたら実際こっちの方がね、ちょっといいかもしんない。<laughs> これも同じ感じですね。こっちも火炎銃で。まあ、形は一緒なんだけど、なんか頭のね、この向き、このバツがね、こっちはね、後ろにあるんだけど、まあ、回転させればいいんだけど、届いた時こっち向きだったから、こっちが正しいのかなと思って、このままにしてます。はい。これね、臆され様仕様ってやつですね。まあ、ジブリを意識してる感じなのかな。メイドインジャパンですよ。 これ目がやっぱちょっと違うじゃん。こっちはね、点の目だけど、こっちはこの、この感じの目。いいですよね、これ。口も黒で。ちゃんと塗装されて、全塗装だよね、これね。全塗装ではないのかなどうなんだろう。もうすごい。これね、質感がいいんですよ。まあ、ツイッターとかにはもうツイートしたりしたんだけど、インスタとかにはね。これ、やばいなぁ。これ、底面とか意外とネットだと出回ってないから、こんな感じになってるよっていうのは伝えておきたいんだけど、 ね、手とか別パーツで,で。足と手はツルツルで、他はこの炎みたいな。炎、うん、炎だね。まあ、オクセレ様だからちょっと、なんか木っぽい感じもするんだけど、一応炎で。なんでオクセレ様も買ったかっていうと、まあ、こっちはノーマルな感じで遊ぶとして、こっちは、まあ、敵としても使えるし、逆に神聖な神様としても使えるかなと思って。まあ、サイズは全く一緒です。てかもう、あの、金型が一緒だからね。 型が一緒一緒緒ななんんでも全くだけど塗装でこんだけ変わると。まあ頭回転させれれば。多分こっちが正しいんじゃないあんまり動かしたくないんだよね。観着緩くなっちゃうじゃん、ソフビって。こっちが正しいのかなでもこっち違うんだよな、僕の的に。でもこっちなのかなあのね、ネットのその写真ではこっち向きになってたんだけど、届いた時こっちだったから、やっぱこっちかなこっちですね。うん。こっちにしとく、僕は。もうちっちゃいおもちゃとかだったらさ、 なんかあるかなーちっちゃいおもちゃ。あ、でも手元にあるのはね、ちょっとね、あんまちっちゃくないな。まあ、なんかちっちゃいガチャのおもちゃとかだったら、この頭の上で生活できるんじゃないかぐらい、ね、結構大きいソフビですね。これやばいよ。質感がいいのよ、これ。お腐れ様。個人的にはね、こっちの方がいいかなと思ってたのよ。買う、買って届くまでは。届いて実際実物を手にしたら、こっちに、ね、質感がやばいね。うん。いや、でもこっちはこっちで、まあ、 こっちは持っといた上でこっち持った方がいいとは思うけどね。うん。いいっすね。で、この火炎銃はね、いろんな色とかいろんなバージョンがいっぱい出てるんだけど、いろんな色がいっぱい出てるんだけど、それ以外にクマモンもね、販売されてまして、クマモン買いました、一体。ババーン。これね、ここが塗装がちょっとね、こう、なんか塗り直した跡があるってことで安かったんですよ。そう。だからまあ、この子買いました。クマモン、メイドインジャパンって書いてありますね。 モンもちゃんとなんか登録したみたいで。うん。モンのソフビです。おーツルテかな感じ、やばいね。すごい、いいね。まあ、サイズ感はね、こんな感じで。まあ、あの、ちょっと、背は同じぐらいか。まあ、ボリュームは全然違うんだけど、背は同じぐらいですね。で、この黄色いね。この、な,なんちゅうのかな。こういう柄が。<laughs> こういう柄。ラジオじゃ絶対伝わんない言い方するけど、こういう柄。 まあラジオじゃないからいいんだけど、こういう柄が素敵ですよね。この滲んだ感じというか、これ黄色がね入ってるっていうね。かわいい。尻尾も、ああ、裏もこうなってるね。宇宙を感じる。ってか地層かなやばい。ツルツルだよ。かわいい。くまモン。僕ね、くまモン好きなんで。まあ、熊本も最近行ったしね。やったぜ。これは嬉しい。まあ、サイズ感わかりやすくすると、ボリューム こんな感じ。これウルトラマン銀河ね。これ500サイズの銀河なんだけど、ちょっとモも後ろに行ってもらって、これぐらいでかいんですよ。もう横幅というか全体的な体積が大きいから、ただウルトラマンと戦わせるのにちょうどいいサイズではあるよね。まあでもなんかあんま敵って感じしないんだよな、この子。うん。なんかね、今ね、レンカ版ってやつが出てるんですよ。僕が買った後に。 それね、こっち5,500円、5,500円、3,300円だったんだよね、確か。うん。だけど、あの、レン版マンのは3,300円で、これ全く同じ形なんだけど、まあ、全体がね、黒の請教色で、目だけ塗装されてるってパターンなんだよ。だからお試しで買うにはそれいいんじゃないかなと思います。僕もそれも一体買おうかなと思ってるんだけど、うん。だけど、その黒もね、目はこのパターンなんで、悪役って感じじゃないんだよね。やっぱ味方の怪獣って感じはするね。怪獣でいいのかな まあ、モンスターって書いてあるから怪獣だろうな。火炎獣、ね、波企画さんのね。いや、これはいいよ。あのね、こたつの上にね、あの、今、おもちゃの街とかね、ずっと作ってるんだけど、そこの上にね、しばらく置いといたのよ、届いてから。それだけでなんかいいもん。この上にちょっとおもちゃ乗せたりしたりしてね、楽しんだり、こう眺めたりして、いいねーっていうね。今度戦わせよう。まあ、この子はあんま戦いには参戦しないだろうな。 この子もあんま戦う感じではないけどね。いや、いいでしょう。これはいいぜー。尻尾みたいになってるのよ、ここが。まあ、尻尾なのか尻尾じゃないのか分かんないけど、尻尾みたいなのにもなってるから、まあ一応尻尾だろうな、これ。うん。みたいな雰囲気もあってね。これ、おーこれはやばい。これね、そういう満足感がすごいいいのよ。 満足感が高いというか。火炎獣。モンはね、ぶっちゃけね今初めて開けてみたのよ。そしたら、このるでか感やばいね。もう、宝石のようだよ。宝石というか、なんていうのかな。うん、宝物って感じ、一気に。やばい、モンクマモンね、意外と。あ、でも軽いな、モンは。モンは思ったよりちっちゃいんだよね。この子たちに比べると。この子たちは逆に思ったより大きかったのよ。うん これねあんでね、ハロウィン限定カラーとかあとなんかゾンビバージョンみたいなやつとかはちょっと値段が上がって1万円超えとかもあるんだけどこの子たちは5500円ずつだった、うん、いいねで廉価版ってやつがね3300円で出てるからまあお試しの方はそっちから一応あのブースのリンク貼っときますねうん波企画さんの僕も今ブースでねあのアトリエジャンプさんとコラボしてるウルトラマン用のマント を販売ししてるんでそちらも <laughs> よろしくお願いしますって感じなんだけどいやー、いいね。このね、手と足と口がツルツル、あと目もツルツルか。で、他は炎のこの感じの造形っていうね。やば。いいね。いやー、所有満足感がやばくてね、これね、このクマもこう持ってみるとやっぱいいのよ。持ち心地がいいっていうので、これはいいね。結構届いただけ衝撃的だよ、この大きさ。 あ、思ったよりでかいと思ったもん。うん、写真じゃわかんなかった。ま、あ動画でもどれだけ伝わるかわかんないけど、この、この感じ、この手でがっしり持てる感じがいいし、そこもちゃんと塞がってるのはポイント高いよね。しかもここにメイドインジャパンって書いてある。これいいよね。くぅ、たまらないぜ。うわあ、これ、なんか戦わせたりしたいな。 いいっすねーそう、これはね、頭の上にね、ちっちゃいおもちゃとか乗せられるのよ。まあ、これんと乗るかな。そしたらこれじゃあ大きすぎるんだけど、こんな感じで、頭の上にちっちゃいおもちゃとかを住まわせられるレベルっていうか、の大きさなんだよね。ちっちゃいガチャのね、フィギュアとかだったら。おっと、クマモンが倒れた。クマモン。クマモンがこの吊るてが感がい、ね、やばいね。で、この滲む、にじむっていうの、なんていうのこの感じ。なんて書いてあったっけな。ま、あこの染みてる感じの。 黄色バージョンのこれ他にもいろんなバージョンがあるんでね見てほしいんだけどこれはね良かったやーば他にもねブースってサイトではねいろんなアーティストさんのソフビとかまあ自作シールとかいろんなね創作アイテムがね出てるんでねブース見るだけでも楽しいよソフビっていう風に検索するといろいろ出てくるし他にもねいろんなとこから買おうかなと思ってるっていう欲しいのは結構あるんですよ、うん いや、このナミキカスクさんのね、この、あ、でももう他らも欲しいな。ハロウィンバージョン欲しいんだよな。ハロウィンバージョン塗装がすごい凝ってる分、値段がちょっと上がるから、悩みどころだよね。まあ、それもいいんだけど、逆になんか最近なんか緑っぽいやつも出たから、目がこの,このパターンの子。目はね、実はね、こっちがなんかノーマルっぽくていいかなと思ってたんだけど、届いてみたらこっちの方が僕好きかも、目は。うん。 でもやっぱりこっちを持った上でこの子がいた方がいいと思うんで、まあ一番おすすめは多分ね、ノーマルで言うと赤だと思う。クリアレッド。あれが一番、まあ普通かなっていう、普通っていうかなんていうの。この火炎銃のね、ノーマルという基本かなと僕は思うんだけど、カメラをちょっと下げてみようか。この高さは分かりづらいかもしれないよね。こんな感じで分かるかな。この感じよ。いいっすねー。 まあ頭の向きはね、好きな向きにしていいと思うんだけど、僕はこうしてます、今は。うん。ほ、う、も、ん、このメロメロ感が伝わるこの、特に右のクリアブルーの子。やば。で、手とか足がつるってなってピカンって光ってるのもいいよね。で、このクマモンのつるテカ感。たまらんすな。いや、いいソフビ買ったわ、今回。はい、ということで、ナミ企画さんからね、購入した。まあ、ブースっていうサイトで購入した。 ソフビ3体紹介しましたあの購入リンク貼っとくんでよかったら皆さんもいっぱい見てるいっぱい出てるからあの火炎樹いろんな種類がくまモ、あ、ンも,うもうねまだいっぱいあるんでねよかったらご覧くださいそれではまたバイバーイわあ遊ぶのが楽しみですねこれは